クレーグ・マイケル・キンブレルはアメリカ合衆国アラバマ州ハンツビル出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。愛称はダーティ・クレーグ。最多セーブ投資を4回受賞している2010年代の MLB を代表するクローザー。2018年5月5日に史上最年少での通算300セーブを達成した。 2007年の MLB ドラフト33巡目でアトランタブレーブスから指名されたが、この時は入団せず、2008年の MLB ドラフト3巡目で再びブレーブスから指名され、プロ入り。2010年5月5日、JR ジャージェンスの負傷に伴いメジャー昇格を果たし、5月7日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューを果たした。2度目のメジャー昇格は、 斉藤隆の15日間の故障者リスト入りに伴い昇格した。9月19日のニューヨークメッツ戦でメジャー初セーブを記録した。21試合に登板し、防御率0.44、4勝0敗1セーブ、40奪三振を記録した。ポストシーズンではサンフランシスコジャイアンツ戦で高騰した。アトランタブレーブス時代のキンブレル2011年は、 開幕から抑えを務め、6月3日のメッツ戦で、球団史上最速で、通算100奪三振を記録した。7月には、自身初となる、オールスターゲームに選出された。7月22日のシンシナティレッツ戦で31、セーブ目を記録し、球団新人記録を更新した。8月9日のフロリダ・マーリンズ戦で36、セーブ目を記録し、 トット・ウォーレルの持つナショナルリーグの新人記録に並んだ。8月17日のジャイアンツ戦には、その記録を更新した。8月23日のシカゴ・カブス戦で、ネフタリ・フェリスの持つ、MLB 新人最多大記録となるシーズン40、セーブ目を記録した。自己最多となる79試合に登板し、防御率2.10、4勝3敗46セーブ、8セーブ失敗。 127奪三振を記録し、ジョン・アックス・フォードと同数ながらも自身初となる最多セーブを受賞した。また、前述の活躍からオフには新人王も受賞した。2012年は、請求力が向上し、ますます難航不落な投手となった。また、オールスターゲームに2年連続で選出された。63試合に登板し、防御率1.01。 3勝1敗、42セーブ、3セーブ失敗、116奪三振を記録し、2年連続の最多セーブを受賞した。また、6イニング以上投げた投手では、史上初めて対戦した打者の過半数から三振を奪った。50イニング以上が対象となる9イニングあたりの奪三振率では、16.7を記録し、史上最高記録となった。 アトランタ・ブレーブス時代のキンブレル2013年は、開幕前の2月27日に、第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは9度のセーブ機会で、早くも昨年に並ぶ3度のセーブ失敗など、不安定なスタートとなった。しかし、5月9日のジャイアンツ戦にて、史上2番目の若さで、通算100セーブを達成。また、 オールスターゲームに3年連続で選出された。7月27日のセントルイスカージナルス戦にて、ジョン・スモルツ以来、球団史上2人目となる3年連続30セーブを達成した。8月27日には連続セーブを27とし、スモルツが持つ球団記録を更新した。68試合に登板し、防御率1.21、4勝3敗50セーブ、4セーブ失敗。 98脱三振を記録し、史上11人目となるシーズン50セーブを達成するとともに、3年連続となる最多セーブを受賞した。2014年の給与として球団は、単年655万ドルを提示したが、キンブレルは、単年900万ドルを要求し、調停回避のための講習会が行われる予定だった。しかし、2月16日に、 ブレーブスと4年総額4200万ドルで契約を延長したことが発表された。オプションとして2018年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際は100万ドル支払われた。5月18日のカージナルス戦で通算150セーブを史上最速の248試合目で達成した。また、4年連続となるオールスターゲームに選出された。 8月29日には40セーブ目を挙げ、史上3人目となる4年連続40セーブを達成した。また、新人から4年連続40セーブは史上初となった。63試合に登板し、防御率1.61、0勝3敗47セーブ、4セーブ失敗、95奪三振を記録し、4年連続の最多セーブに輝いた。2015年4月5日に、 キャメロン・メービン、カルロス・クエンティン、マット・ウィスラー、ジョーダン・パロー・ベック、2015年シーズンのドラフト指名権とのトレードでメルビン・アップトン・ジュニアと共にサンディエゴ・パドレスに移籍した。ブレーブスと残り3年総額3300万ドルを残していたが、パドレス側が全額負担する運びとなった。背番号は、ブレーブス時代と同じ46。 5月25日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、当時の史上最速となる305イニングでの通算、500奪三振を達成し、ビリー・ワグナーの持っていた記録を更新した。6月8日のブレイブス戦で、史上最速となる318試合目での通算、200セーブを達成した。61試合に登板し、防御率2.58、4勝2敗39セーブ、4セーブ失敗。 87奪三振を記録した。また、セーブ数は、リーグ4位で、ピッツバーグパイレーツのマーク・マランソンの後陣を廃止、5年連続となる、最多セーブは叶わなかった。2015年11月13日に、ハビー・ゲラ、ローガン・アレン、マニュエル・マーゴット、カルロス・アスアヘとのトレードで、ボストン・レトソックスへ移籍した。前述の契約を2年総額2500万ドル。 残していたが、レッドソックス側が全額負担することで同意された。また、球団選択権とバイアウトのオプションもすべて、レッドソックス側が負担する運びとなった。背番号は46。2016年は2年ぶり5度目となる、オールスターゲームに選出されたが、7月に、左膝の半月板損傷により故障者リスト入りしたため、代替選手には、 トロントブルージェイズのアーロン・サンチェスが選出された。57試合の登板で防御率3.40、2勝6敗31セーブ、2セーブ失敗、83奪三振を記録した。このシーズンは打者220人に対して83奪三振と37.7%の確率で三振を奪っている一方で、30支給で13.6%の確率で出塁を許しており、 請求に苦しむシーズンとなった。2017年は前半戦で36試合の登板で防御率1.19、2勝0敗、23、セーブという成績を残し、2年連続6度目となるオールスターゲームに選出された。最終的には67試合に登板し、防御率1.43、5勝0敗、アメリカンリーグ3位となる35セーブ、4セーブ失敗。 126脱三振を記録した。このシーズンでは、打者254人に対し126脱三振を記録し、脅威の49.6%の確率で三振の山を築いた。前年で課題となっていた死球では、前年の半数となる14個に抑えられており、死球での元出塁率もわずか5.5%に減少された。オフの11月2日に、 球団オプションが行使され、単年戦3 0 0万ドルで、来シーズンも残留することが発表された。2018年5月5日のテキサスレンジャーズ戦で、史上最年少となる29歳11ヶ月で、通算300セーブを達成した。前半戦のみで、防御率1.77、30セーブを記録し、3年連続7度目となる、オールスターゲームに選出されたが、 前半戦の疲労を鑑み当番はなかった。しかし、後半戦では、防御率4.97、12セーブと失速した。その流れは、ポストシーズンまで続き、6セーブ機会で全て抑えるも、十奪三振に対し重視四九防御率5.91と不安定な投球が続いた。しかし、10月24日のロサンゼルスドジャースとの、 ワールドシリーズ第2戦では9回のセーブ機会で登板し、自身初となるワールドシリーズでセーブを挙げた。シーズンでは63試合に登板し、防御率2.74、5勝1敗、リーグ2位となる42セーブ、5セーブ失敗、96奪三振を記録し、地区3連覇及び5年ぶり9回目となるワールドシリーズ制覇に貢献した。オフに、 球団からの単連1950万ドルの給与を拒否し FA となった。2019年はシーズン開幕前の契約合意には至らず、MLB ドラフト終了後の6月5日にシカゴカブスと3連総額4300万ドルで合意したことが発表された。オプションとして2022年シーズンの選択権は球団側が所持し、バイアウトの際は100万ドル支払われる。 また、球団オプションは2020年シーズンから各シーズン55試合以上の登板2年間で計110試合に登板し、なおかつ怪我などがなければ保証される。メジャー昇格以降身につけていた46はペドロストロップが使用していたため、背番号は24に決まった。6月27日のブレイブス戦でスタンディングオベーションの中、遺跡後初セーブを記録した。 抑えのストロップの不調も重なり、以降も抑えとして登板するも打ち込まれる場面が目立った。また、8月5日には右ハムストリングを痛め、9月5日には再び右膝の炎症で2度の故障者リスト入りした。復帰後も防御率23.14、被打率455と制裁を変えたままシーズンを終えた。23試合に登板し、自己アーストとなる。 防御率6.53、0勝4敗13セーブ、3セーブ失敗、30奪三振にとどまり、2011年以来8年間記録していた、シーズン30セーブ記録がこのシーズンで途切れた。2020年は、ストロップが移籍したことにより、背番号を再び、46に変更した。しかし、シーズン初登板となる7月27日の、レッツ戦で0.1イニング、 ご死死球と請求に苦しみ、以降のシーズンも防御率10点台を前後し、従来の抑えではなく敗戦処理として登板する日々が続いた。8月19日のカージナルスとのダブルヘッダー第2試合で、このシーズン初となるセーブを挙げた。しかし、9月に入ると8登板で、防御率0.00、1セーブ、ヒア安ダはわずか3本で左立。 125と復活の兆しを見せた。また、7月の平均球速が96.3マイルに、対し、9月の平均球速は97.3マイルと、球速でも、顕著に現れた。最終的には、試合数の減少もある中で18試合に、登板するも、防御率5.28、0勝1敗にセーブ、一セーブ失敗、28奪三振と結果を残せず、 9年連続で記録していた2桁セーブが途切れた。2021年は4月8日のピッツバーグパイレーツ戦で2セーブ目を挙げ、史上12人目となる通算350セーブを達成した。投球前のルーティンスリークオーターから時速 150km 台、後半のフォーシーム、時速 140km 前後のパワーカーブを繰り出す。速球が約70%、 パワーカーブが約30%という割合で投げ分けている。以前はチェンジアップやツーシームもレパートリーに含まれていたが、現在は戦術の2球種のみを操っている。パワーカーブは以前、その球速や軌道からスライダーに分類されていたが、投げる際に人差し指、投球モーションを行う前に状態を水平に倒し、右腕を軽く、 前に出し、投球コースを見定めるようなポーズを取る。既婚者であり、2012年12月にアシュリー夫人と結婚した。趣味はハンティングで、夫婦で楽しむこともある。学生時代は野球のオフシーズンにテコンドーをやっていた。また、アメリカンフットボールの経験もあり、主にクォーターバックとしてプレイし、そこで培った体幹やバランス感覚が、 結果的に投手としての休息を上げる一員となったと語っている。ありがとうございます。